プレゼントがあるんです。何ですか？え、何ですか？いやだ、この中まだ見てます。はいはい。いい？はい、いい？はい、何？怖い。いいよ、目開けて。いい？いいよ。何これ？え、色どっちがいい？三脚？いや、開けてからのお楽しみ。何やるな、ありがとう。どっちがいい？色黒で、あ、で、どうしよう、じゃ黒で、はい、ありがとうございます。何ですか、これは。え、あれこそ何？何これ？何でしょう？え、じゃあ、何これ？え、あれでしょう、三脚みたいな。実はこれ、自撮り棒なんです。でもこれ、ただの自撮り棒じゃなくて、このね、充電して、ここに穴から充電して、このね、太陽のボタンを押すと、太陽のボタンを押すとね、うん、なんと光るんだよ。えぇ、ー、え、これ、これは何？あ、写真撮るってこと？あの、最近自撮りが欲しくって。本当にありがとう、ありがとう。すごいブレちゃったな。ありがとうございます、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとう。はい、というわけで今さゆちゃんとお別れしたところなんですけど、さゆちゃんからなんと最後にプレゼントもらいました。4月ということで、私の誕生日でもあってですね、めちゃくちゃいっぱいもらっちゃったということで、開封していきたいと思います。ちょっと音楽が少し大きくてごめんなさい。こんなもらっちゃっていいのかな。いや、びっくりしたね。びっくりした。開封していきたいと思います。いちごミルク、テーブルの手元を撮影にするよ。ぬいぐるみミラーだって。かわいい。私これ持ってなかったよ。かわいいです。しかもモコモコそうじゃん。かわいい。しかもね、縦型に立てられるから、めちゃくちゃね、多分便利だと思うし。畳めるからね、いいと思う。本当に。リップとか寝たりするときに使ったり。リンの借りてたんだよ。あ、そうなんだ。え、じゃあ、よかったね。よかった。ありがとう、せゆちゃん。ありがとう。まだ、まだある。じゃあ、まだ見てみましょう。ね、まだいっぱい入ってる。次行きます。あ、またカービィ。カービィじゃん。カービィ、カービィ。ふんわりカービィ、星のカービィ、ね。タオルかな？次行こうか。次はこちらです。何のこれ？乾燥ゴソゴソ髪に、髪の毛につけるとなんか髪がしっとりするやつかな。え、すごい。しかも私の好きなピンク選んでくれたみたい。よかった。これすごくない？これ、うん、すごい。使います、うん、使います。サラサラになる。使いたいと思います。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。なんで嬉しい。次行きます。あ、次でラストだ。うん、こんなもらっちゃった。ありがとう。なにこれ？ペッチだ。かわいい。かわいい。こんなかわいいって言ったの？ね、めちゃくちゃピンクでかわいい、うん、これスイちゃんの机に飾ったらぴったりだね。ね、入れとけばさ、宿題の合間に、うん、で食べちゃう、食べちゃう。めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。しーちゃんの大好きな。うん、全部ピンクだ。ありがとう、さーちゃん。父ちゃんの大好きなピンクづくし。よかったね。よかった、ありがとう、さゆちゃん。ありがとう。あ、来た。来た、あ、すごい。ついでにじゃあ。固まってる。写真撮ろう。そうだね。はい、
い、さゆちゃんありがとう。一番上が一番